はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第292回でございます。で、今回はテーマが生きる意味なんてどこにも落ちてなかったというテーマ。テーマでもわかるように、今週は生きるとか死とか、あと自殺とかそういうテーマで喋っていきます。なぜかっていうと、今日が9月1日なんですよね。もうすでに学校始まってる方もいるとは思うんですが、明日から始まっていく。で、自殺者が1年間で多分最も多い日になるんですよね、明日が。なので、このテーマで喋っていきます。去年は顔出しで喋ったんですが、今年ちょうどね、このダラダラジオの日がちょうど9月1日だったので、こっちで喋っていこうと思って。気になる方は去年のぜひ見てみてください。概要欄か、右上のびっくりマークかなに貼っておきますので、よかったらそちらからチェックしてみてください。で、本編に行く前にコラボからですね、おそらく、このダラダラジオの前には投稿できてるかなと思うんだけど、QuizKnock の伊沢さんとですね、この前対談させてもらいまして、その動画がもし投稿されていたらですね、ちょっと皆さんのお力を借りたいんですが、SNS、Twitter とかインスタとか、じゃあ何でもいいんですけど、LINE で友達に教えるとかでも構わないんですが、この動画を拡散してもらえると非常にありがたいです。というのもですね、ちょっと似たような今回のダラダラジオのようなテーマで喋らせてもらいました。で、こういったセンシティブな内容っていうのは結構叩かれるというかですね、ちょっと角が立つ部分が非常にありまして、自分が一人で話す分には俺叩かれても全然気にしないんでいいんですけど、コラボする時には非常に相手方の方にもちょっと迷惑をかける可能性があるんですね。でも、動画の中でも話したんですけど、どうしても伊沢さんに今回このテーマで対談をさせてほしくって、で LINE でね相談をして、で自分で話せることはあんまないかもしれないんですけどっていうのはあったんですが、是非自分が力になれるんだったらお願いしますっていうことで快諾していただきまして、伊沢さんに話をしてもらいました。で、自分もかなり時間をかけて、テロップとかそんな入れてないんですけど、かなりこういいものがっていうか、落ち込んでる人とか、もう生きる意味が見失っちゃってる人なんかに何かを感じてもらえるんじゃないかなと思って頑張って編集したものなので、よかったら各さんの方ね、よろしくお願いします。まだ見てない方はね、ちょっと長い動画なんでね、ラジオ代わりでも構わないんで、よかったら後で見てみてください。はい、ということで、じゃあテーマいきましょう。テーマとかね、メインいきましょうか。ということで、生きる意味なんてどこにもしてなかったという話です。さあ、学生の皆さん、特に今生きる意味がよくわからないという方も多いんじゃないでしょうか。自分のとこにもね、ちょっと前に階段で撮るやつ、自分が咳き込んじゃって申し訳なかった動画だったんだけど、あれを投稿してからものすごい相談メールがいっぱい来てまして、もともと来てたんですけど、かなり3倍ぐらいに増えてて今。で、正直物理的にもう全然返せなくてですね、もう数件しか返せてないんですけど、その子たちにも届けたらいいなと思って今回このダラダラジオを撮ってる感じです。で、多くが生きる意味が見失ってます。その見失ってる理由は学校のいじめだったりとか、進路の悩みとか、自分自身に自信がなかったりとか、親御さんっていうか、もう親御さんって言い方もあれだね、その子に関してはその親の虐待ですね、とかだったり、いろんな、要素があってそういう風になってると。で、自分もですね、中学校の時に、いじめを受けてからですね、生きる意味なんて本当に分かってないです。正直言うと今でも迷います。かんだけど。迷いますね、生きる意味に関しては。あるんです。あるよ、今は。今あるんだけど、でもやっぱ落ち込んでしまった時とか、自分に自信がなくなってしまった時とか、その負のスイッチが入ってしまうと、普段思えてることがやっぱり見えなくなってしまうんだよね。で、今ものすごいやっぱりすごいきつい状況、本当に親御さんにね虐待を受けてたりとか、ひどいいじめを受けてる方なんかは、常にずっとそう思ってるかもしれないけど、もしかしたら今このダラダラジオを聞いてる時は結構大丈夫なんだけど、ふとね、何の前触れもなく「あ、なんて生きてんだろう私」みたいな悩みを思うことがある人も結構いると思う、中高生の中には。ね、で、実際自分が今34になりましたけど、今でもやっぱ迷ってるわけ、そういう風に、ね、なっちゃうわけよ。大人になったら大丈夫なんだろうなと思ったらそうでもなくてさ、そうだからみんなに「大人になってもダメなのか」っていう絶望を与えたいわけじゃなくて、そうじゃなくて今回伝えたいのは落ちてなかったんです、生きる意味って。頑張って必死で生きたつもりなんです、自分の中では。生きてきたよ、いろんなことに耐えながら、いじめにも耐えてきたしとかあったんですけど、でもなんかね、いつか見つかると思ったんだよね、ふと生きる意味って見つかるもんだと思ってたんだけど、落ちてなくて。で自分が今この34歳のハイチが行き着いた答え、今ね中間地点だよ。で行き着いた答えとしては落ちてないし、生きる意味なんて別に見つけなくてもいいんだっていうのが今の中間地点の答えです。俺の中では生きる意味なんて別に見つけなくていい。でこの見つけなくていいっていう理由はいくつかあって、まず1個はおそらく生きる意味っていうのは自分が、まあ、もちろん事故とかさでね、例えばもう本当に事件に巻き込まれてしまってとか、急に命を奪われることもあるわけじゃん。理不尽な命の奪われ方をしてしまって、そういうこともあるんだけど、老衰でね、その年老いて、まあ、病気とか分かんないけどね、老衰で亡くなってしまう時とかに自分の死期を悟る時がきっといつか来るじゃん。本当にね、寿命っていうところで、その時に自分の人生を振り返って生きた意味を見つけられる気がするの。そうだ、生きてる今、まあ亡くなる寸前もちろん生きてるんだけどさ、でもそうじゃなくて生きてきた意味っていうのを振り返った時に気づけたらいいなっていうふうに思うようになった。だから今別に見つけなくてもいいやって必死こいてっていうのがまず1個。これはまあ問題の先送りなんだよね。実際言ってしまうと将来の自分とはその死ぬ直前の自分に任せるわみたいな感じに投げてしまったのが気が楽で、俺がね。でもう一個はその生きる意味っていうのを例えば1個見つけるじゃん。で1個見つけてしまうとそれが崩れた時に終わっちゃうんだよね。特に自分とか、まあみんなもっていうと巻き込んでちょっと申し訳ないんだけど、自分に自信がない方っていうのは例えば生きる意味を外の要因、外的要因で見つけてしまうと、その外的要因を失った時にまた路頭に迷うんだよね。これね、一番典型的な例が恋愛ね。恋愛、女の子に多いんだけど、自分のイメージはね、彼氏ができて、ね、大好きな彼氏ができて、その彼氏がいることが生きる意味みたいな、彼氏の彼女でいることが生きる意味になってるみたいな、あの人のためにみたいな、素敵なことなの、素敵なことなんだけど、それが彼氏がいなくなったらどうするって話なんだよね。またポカーンってなるでしょ。そうで、何が言いたいかっていうと、外的要因に生きる意味を1個ここって見つけてしまうと失った時に立ち直れなくなる。そのタイプ俺も。だからそこにすがらないようにしようと思ったの。あるの。例えば自分だったら特に子供のためってとこは強い。そう。あいつら男の息子2人いるんだけどのためだったらって思うことは強いけど、でもそこに全てを置いてしまったらダメだと思ってて。だからちょっと分散してる感じ。いろんなとこに。だ他に自分はこういう活動させてもらってるから、やっぱり見てくれてるみんなのためにっていうことがやっぱ強いんだね。ためにとちょっと失礼かもしれないけど、でもやっぱみんなのためになりたいんだよね。そう、少なからず微力であってもいいからであって、まあ、それも生きる意味にはなってるし、でもそれが全てではないっていう感じに思ってる。で結局思ってるのは、生きる意味っていうのを、これっていうのを見出すことはやめようって思った。生きる意味探してるとさ、見つかんないから辛いんだわ。もうずっと探してたもん、中学高校。だって俺が死んでもさ、誰も悲しまないと思ってたし。そう、まあ悲しまないと思ってる今でも。だから一時は悲しんでくれるかもしれないけど、でもいずれ忘れられるし、その死んだっていうこともと思ってるしね。そうだけど、まあ自分がやっぱりそのさっきの話に戻ると、死期を悟った時にこのために生きてきたんだって、こういうことがやりたかったんだっていうことが思える人生にはしたいなと思ってる。自分はやっぱり子供のため、学生のためっていうところがすごく重きを置いてるから、人生のミッションとしてはね。だからそれをミッションやれたなって思える人生だったらそれでいいと思うし、そこにはね、たくさんの人をきっと傷つけてくるし、今までも傷つけてきたし、きっと気づいてるとこでも気づいてないとこでも、でも全てを含んで考えた時に、まあよかったんじゃない俺の人生って思えたらいいなと思ってる。そうだから生きる意味ってやっぱり見つけられたらいいなと思うんだけど、それに探すことに必死になってしまうと見つからなくて辛くなっちゃうんだよね。で見つからなくて自分やっぱダメだやつみたいな風に思ってしまうから、だからあんまりそこにすがらないようにちょっと肩の力抜いてほしいなと思って、生きる意味に関してはね。で、まあ、少し話を変えていくと、まあ、今回右下とか青のところに死っていうのを書きました。まあ自殺が多い時期っていうのもあるんだけど、まず死にたいなってもし思ってる方がここのダラダララジオを聞いてくれてるとしたら、まあ、いつも言ってることにはなるんだけど、死なないでください。生きててください。伊沢さんとの対談の中でも話にしたんだけど、無責任なの。この言い方は本当に無責任だって、何も解決策を見せてないからね。でもやっぱりいつかその苦しい日々、苦しみっていうのには終わりが来るっていうことは声を大にして言わせてほしいの。終わりは来る。今みんなが辛くて生きてる意味なんてないって思う、そんな日々だとしても、その日々が一生続くわけじゃない。いじめに苦しんでる子、いや正直ほんとさ思うんだよ。いじめに苦しんでる子が例えば学校に行かないっていうのもいいと思うよって俺も言ってるんだけど、なんでいじめられてるその苦しんでる側がその選択しなきゃいけないのかっていう。だって行かないっていう選択肢を取っても、いじめてるやつらはのうのうと生きてるわけでしょ、学校で。すげえ納得いかないよね。でも今現状はそうすることしかできないと思うの。もちろん我慢して、自分はね我慢投獄するのが、なんであいつらのために俺休まなきゃいけないんだよみたいなふうに思ってたから、だからなんとか頑張って通ったけど、でもそれが正しい答えじゃない。だからみんなでもそうしろとは思わないし、学校に行かないっていうのもまあ一歩だもん。みんなが選んだ大事な一歩だから、それでも構わないと思ってるからね。まあでも理不尽だけどね、本当に納得いかないことばっかだけど。そうで、だって死ぬぐらいだったら、死ぬぐらいだったら、行かないでほしいなって思う、やっぱりね。で、例えば虐待に苦しんでる方、親子の血のつながりとかその縁っていう部分は切れない、正直。親は親だから、どこまで行ってもなんだけど、でも接点を持たなくすることは別にやろうと思ったらできる。今中高生には厳しい、まあ高校生ならできるかもしれないけど、中学生は厳しいよね、まだね。厳しいけども、でも早めに家を出て、もう接点を持たない。アルバイトでその生活費ダウンとか本当大変なんだよ、家賃出してとか本当大変なんだけど、でもそっからというか、その親がいない生活をいずれすることはできるからね。そうで、今回この概要欄の方に相談窓口というか、そういう活動されてるグループがいっぱいあるから、ちょっといくつか貼っておくので、もしよかったらそちらにもね頼ってみてください。本当は俺がねいろいろ頼ってくれた子にはなんかできたらいいなとは思うんだけど、どうしてもね途中でも話したように物理的にちょっと難しいのね。もう量的に相談いっぱいもらっててね、本当ありがたいんだけど、そうだからそういう活動、それをメインにしてる活動の方がいらっしゃるからね、そっちを頼ってみてください。自分もねできる限りは返しますけど、どうしてもそっちをやってしまうと仕事というかこの動画の活動自体も止まってしまうので、ごめんね、そこは申し訳ないんだけどさ。ということで、まあちょっとなんかいろいろ脱線しちゃったんですけど、学校が新しく始まって苦しいよね、本当に苦しかった。何も変わんねえんだもん何も変わんないのあーって、あーまだ続くんだみたいな。だからさ、例えば中3高3の子とか、あと半年だよって言うんだよ、俺よく言うけどさ、半年って長えんだわ。2年生の子、1年生の子、あと1年半2年半って、いやもう無理だって思うよね、路頭に苦しむわ。そうだからそこに対してね何かができるわけじゃないのは本当に苦しいし、これからあと俺何年生きてるか分かんないけど、この人生使って何かしらの居場所が作れるような活動をやっぱしたいと思ってるの。具体的策が今取れないからさ、今苦しんでるみんなに本当何もしてあげられなくてね、申し訳ないんだけど、でもみんながそう苦しんでる経験がいずれ終わって、そして振り返った時にいい思い出にすることはできないけど、でもまあ自分はレアケースだと思う、レアだと思うんだけどね。でもあの経験を今こうやってこの活動で生かすことができる。苦しんでるみんな、いじめに悩んでるみんなに対して少しだけど共感することができるっていうのは、できれば被害を受けたくなかったけどね、あんな経験したくなかったけど、でもまああの時の経験も悪くはなかったのかなとは思ってる。今はそう思わせてくれたのはみんなだからさ。だから繰り返しになるんだけど、いずれは終わりが来るっていうことを、そして学校に行かないとか家を出るっていうのは逃げじゃないからね、みんなの大事な一歩だっていうことをぜひみんなに伝えたいなと思って今回撮らせてもらいました。はい。ひとまず生きててください。それが全てです。はい。みんなにとってもうちょっと生きてみようかなって、もうちょっと頑張ってみようかなって思ってもらえるような動画投稿できるように、俺もこのチャンネル頑張るからさ。そして来年2020年中には100万人をこのチャンネル必ず行かせてみせるから、ぜひ100万人いったハイジを見届けてくださいと願います。頑張ります。はい、はい、ということでちょっと本当はまとまらなくて申し訳なかったんですけど、今回のハイジのダラダラジオは生きる意味なんてどこにも落ちてなかったというテーマで喋らせていただきました。今回もねちょっと長くなってしまったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた明日からもね投稿頑張りますので、よかったらまた見てみてください。みんなももうすでに頑張ってるよね。踏ん張る時や耐える時や泣く時もいっぱいあると思うんだけど、俺もいっぱい泣くけどきっと、でも踏ん張って頑張るんで、一緒に頑張っていきましょう。以上です。ありがとうございました。